ラサール中学校、高等学校は、鹿児島県鹿児島市小松原2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間において、第2学年から混合して、クラスを編成する併設混合型中高一貫校である。 兄弟校に、函館ラサール中学校、高等学校があり、区別するためメディアでは、鹿児島ラサールと表記することもある。また、両校の母体である、ラサール会が作った、児童養護施設ラサールホーム設立が、宮城県仙台市宮城野区にある。フランシスコ・ザビエルの来日400周年にあたる1949年の頃、 カトリックの鹿児島島区の男子校を設立したいという要請に世界で1300校余りの学校を経営するラサール修道会が受ける形で1950年にラサール高等学校を開校。1956年にはラサール中学校を設立する。男子校であることと日本の教育理念を取り込んだ教育方針は地元の支持、支援を集めることとなる。 早くから寮を設置、また地元にも、専門の下宿があり、全国から生徒を受け入れる。初代校長である、マルセルプティは、ベストアマングザベストを掲げ社会に役立つ人格、形成と能力の最大限の発揮を目指した。質実貢献かつ自由を重んじる学風であるとともに、大量に問題をこなす授業、頻繁に行われるテスト、長時間の家庭学習といった、 学習指導を展開し、生徒の自律的な学習を促している。その結果、早くから入試難易度や進学実績などが全国トップレベルの進学校となる。現在、鹿児島県内で唯一の私立男子校であり、中学からの160名に加えて高校から80名ほどが入学する。全国高等学校クイズ選手権の常連校でもある。 キリスト教理念に基づいた道徳教育を行い人間性の育成を目指すことを掲げている。また、学校の大きな理念としてファミリースピリットを掲げ、臨時外の精神を養うことを目標としている。設立母体がカトリック系修道会であり、校長は設立から現在に至るまで全てラサール会の修道士である。出実合見かつ自由を重んじている。 公実するように、学校年間行事の多くは、生徒が主体で運営を行う。教員の監督の下で生徒の自主性を尊重している部分も多い。制服が存在し、遠足などの例外を除いて生徒は、制服での通学が義務付けられている。夏服と冬服が用意されているものの年中を通して、どちらも着用可能で、敷地内の寮から通学する生徒が多い上に、 鹿児島の温暖な気候も重なり、実際に真冬であっても半袖のシャツを着用して通学する生徒が見られる。かつては、性暴も存在したが、現在では廃止されている。また、以前生徒会において、制服廃止に向けた動きが、活発化し死服投稿の実験機関が設けられたことがあったが、生徒からの反発が多く、白紙となった権威がある。学生服は、 黒の爪襟で、右襟に交渉、左襟に組章をつける。組章は中高とも1年生が緑、2年生が白、3年生が濃い赤であり、クラスのアルファベットがかたどられている。中学生と高校生の区別は交渉により、可能である。ラサール学園は校歌を定めていないが、ジャンバティスト・ドラサールを称える、ラサール参加を、校歌の代わりとして様々な行事で歌うことになっている。 これは全世界のラサール海学校で同様である。中学は1学年約160名4学級、高校で60名程度募集し1学年約220名6学級を設ける。クラスは中学、高校ともにアルファベットで表されるが、中学は小文字、高校は大文字で表して区別している。高校1年生は中学からの内部進学組4学級と、 高校編入組2学級に分けられ、おおむね11月までに両者の振動を合わせる。高校2.3年生は内部進学組と高校編入組を混合し、理系4学級と文系2学級に分けられる。校内では便宜的に中学から内部進学した生徒を中上がり、高校から新たに入学した生徒を2位高と呼ぶ。 生徒間の学力差が小さいことを生かして、効率的な学習指導を行っている。授業は、ほとんどの家庭で、中学2年次までに、中学家庭の学習を終了し、高校1年次で、高校2年の内容までを学習する。週39時間授業で、ブラザーによる授業が中学校1年生で週に1時間、ある。英語圏出身のネイティブスピーカーの教員が常勤で6人、おり、 中学校ではコミュニケーションを重視した授業が週2時間、高校では東大をはじめとする難関大学の入試を念頭に置いたライティング重視の授業が週1時間ずつ行われる。外国人教員による授業は中学1年の初回からすべて英語で進められ、この授業中は生徒同士であっても日本語の使用は一切禁止されている。古文の授業は 中学2年から漢文の授業は中学3年から始まるが中学1年では工業文法の授業が週2時間設けられている。高2の段階から理科と知歴公民が選択制になる。理系は理科は科学が必修で物理と生物から1科目、知歴公民は日本史、世界史、地理、成型から1教科ない史1科目を選択する。文系は 理科は、物理基礎と、生物基礎から1科目、科学基礎と、地学基礎から1科目、地歴公民は、日本史、世界史、地理から1教科1科目、内史2科目を選択する。体育は、中学1年から高校3年の12月末まで、週3時間行われるが、高校1年では、武道が柔道と剣道の選択制で必修となっている。 高校3年児では芸術の授業は行われない。中学で倫理、高校で人間学もしくは聖書史の授業が週1回ずつ設けられていて、神父またはブラザーが教壇に立つ。かつてはフランス語が必修であったが選択制を経て現在は廃止された。中学1年時より毎週土曜日にも4時間の授業が行われる。また、 中学3年からは8月末に1週間程度の午前授業が行われる。国語の学習では、作文や論文を書く力も重視しており、中学3年で数人のグループによる小説の研究が課される。また、中学では毎年冬に弁論大会が行われ、1年生から3年生までの全員が冬休みに弁論大会の準備をし、書く。 クラスごとの予選で選抜された一名ずつが中学前校生徒の前で弁論を行い順位を競う。中学生は校内で学年別に色分けされた指定のサンダルに履き替えて授業を受ける。高校生はサンダルを履いて授業を受けることができるが靴も許可されている。なお、中学、高校ともにサンダルでの登下校は禁止されている。 敷地内にブラザーハウスと聖堂があり、毎週金曜日にミザが行われ、希望者は自由に参加できる。桜島一周延行をはじめとして、山を歩く行事が非常に多く、年に2回ある遠足も登山であることが多い。また、クラスマッチは、生徒会が主体となって、年にから3回行われる。 各年度3回目のクラスマッチ開催の有無については、生徒会の判断に委ねられるが、生徒会長選挙の公約において、その実施を掲げる、生徒会長候補が多く、実際にはほぼ毎年実施されている。遠足などの行事では、現地集合、現地解散であることが多い。毎年6月の第1日曜日に、高校2年生中心の文化祭、 実行委員会による運営で1日間実施される。2学期に実施される体育祭やクリスマスバスケットバザーに比べて小規模で郊外からの来場者は比較的少ない。午前中は中学はヨセフホールにてクラスごとの合唱や学年劇、音楽を得意とする生徒による演奏などが行われ、高校は体育館で行われる講演会に出席する。午後は 中高各教室でクラスごとに準備されたものが行われ、高3分系クラスでは毎年にクラス合同で模擬出展が行われ、焼きそばやかき氷などを販売する。このほか各部活動による出展やオーディションを通過したグループによるバンド演奏などが行われる。例年9月20日前後の日曜日に高校2年生中心の体育祭。 実行委員会による運営で実施される。比較的規模の小さい文化祭に比べ、体育祭は郊外からの来客者も多く、マスコミにもたびたび取り上げられるなど、大変な盛り上がりを見せる。当日は、鹿児島県出身者中心の郊軍と福岡県や、本州出身者中心の白軍に分かれて、熱戦を繰り広げる。各軍は、高校3年生主体の応援団が存在し、 体育祭当日の昼食後に行われる応援合戦のために夏、休み明けから体育祭までの1ヶ月以上にわたって合計100時間ほどの練習を行う。なお、応援団は体育祭終了後に丸刈りにすることを条件に当日のみ、頭髪の染色や加工が許される。高三生にとっては体育祭が最後の大きな学校行事となる。 例年11月末の日曜日に高校2年生中心のクリスマスバスケットバザー実行委員会による運営と生徒ボランティア母の会の協力によって実施される。生徒に参加の義務はないが来場者数や予算規模などあらゆる面で文化祭よりも大規模で毎年100人を優に超える生徒が実行委員会に参加し当日は郊外からも 非常に多くの人々が訪れて盛り上がる。ただし、大学受験を間近に控えた高校3年生の参加は認められていない。例年300から500万円程度の利益が出るが、すべて国内外の児童施設や慈善団体などに寄付されている。毎年12月に公認課全員参加で行われるイベント。生徒は市内にある。 火山島である桜島の外周約3 4トルを一周する。ペースは個人に任せられ、陸上部員を中心に速いペースで走る者も,もいるが、全コースにわたって歩く生徒もいる。火山島ということもあり海岸沿いながら、アップダウンの多いルートであるが、毎年ほぼ全員が8時間以内に乾燥する。乾燥した生徒には、母の会の協力でおにぎりとうどんが振る舞われる。なお、 市街地から桜島へはフェリーで移動する。出展部、同校会活動への参加が奨励されており、中学で9割以上、高校で7割以上の参加率となっている。部活動はテスト期間を除いて、週6回程度行われる場合が多く、練習時間は限られているものの運動部、文化部ともに、市大会や県大会で優秀な成績を収めているものがある。 全国高等学校クイズ選手権の常連校としても有名で、2013年8月現在、全国大会出場回数は歴代2位の16回、全国大会決勝進出回数は5回と最多記録である。1993年の第13回大会で全国制覇を果たし、そして14年後の2007年の第27回大会で、 大会史上2校目となる2度目の全国制覇を果たした。このほか第29回大会や、第38回大会などで準優勝している。また、全国高校生、金融経済クイズ選手権においても、第1回及び第4回で優勝している。2018年に実施された第12回科学、チリオリンピック、日本選手権では、本校の高校2年生が、 金メダルを受賞し、カナダのケベックで行われる国際地理オリンピック世界大会に日本代表4人の中の一員として派遣された。なお、この大会でメダルを受賞した64人のうち7人がラサール高校の生徒である。例年、東京大学をはじめとする首都圏の難関大学や国公立大学医学部医学科に進学する学生が多い。特に、 医学部医学科への進学数、進学率は全国でもトップクラスでもある。2018年度の合格者数は東京大学42名、京都大学10名、九州大学19名、慶応義塾大学30名、早稲田大学38名、国立医学部医学科85名である。遠方からの生徒は、寮、下宿で生活することになる。入寮生は、 毎年抽選で決まる。校内に中学寮である小風寮と高校1、2年生向けの高校寮である棟寮、生寮が設置されていたが、2013年12月、旧第二体育館跡地に新寮が完成した。すべての寮の機能は新寮者に集約されることになる。旧料の老朽化に伴い2013年12月に完成し、 2014年1月より利用が始まった。かつて複数の建物に分散していた量の機能がすべて一つの建物に集約され、利便性や安全性が大幅に向上した。食堂などの共用スペースが1階、生活スペースが2階から4階となっており、中学寮と高校寮は建物こそ同じものの、1階を除き内部で完全に区切られている。居室は給料と 同じく中学が8人部屋、高校が個室となっており、中学高校ともに各階自習室が設けられている。8人部屋の中学寮と6人部屋の小風量、高校1、2年生向けで個室の高校寮が設置されていた。さらにその前は、中学の寮は1980年までは、中1から中3までの最大約100人が同室で、クラス部屋が複数あった。 受験直前の高校3年生は、寮生活がふさわしくないとして、全員が学校近辺の指定下宿で暮らす。なお、高2一家でも、寮の抽選に溢れた生徒や希望者は、下宿に住むが、希望者はほとんど高校生であった。かつて小風寮には、高校から入学した高校1年生の一部が入寮したが、中学入学者が増えた際に、中学生限定の寮となった。 なお、2013年の診療の完成に伴い、中学寮は英語棟と物質棟に改装された。その他の建物はすべて取り壊され、跡地にテニスコート六面が完成した。現在は、毎年1月末に、中学、高校それぞれ1日間ずつ実施されている。中学入試では、国語、算数、社会、理科の4教科、高校入試では、英語、国語、 数学、社会、理科のご教科が課される。高校入試の英語の試験では、外国人教員らが吹き込んだ音声にて、リスニング問題が課される。寮を併設している上に、郊外での入試を一切行わないため、当日は、首都圏など遠方からも大勢の受験生が訪れる。以前は、中学入試、高校入試ともに2日間の日程で行われていた。入試当日の朝、 校長が校内放送を使って受験生へ挨拶を行う。入試の際、在学校が発行する調査書を必要としない。ただし健康診断書を必要とする。ありがとうございます。